鈴木紗理奈さんの元夫が覚醒剤所持で逮捕ということで、まあ、レゲエユニットインフィニティシックスでいいんですかね、これね、はい、のテラシーこと、まあ、寺島容疑者が5月13日青森県八戸市内のホテルで覚醒剤を所持したとして覚醒剤取締法違反容疑で、まあ、逮捕されたというところで、まあ、寺島容疑者はタレント鈴木紗理奈さんの元夫、まあ、13年に離婚しているのでもう、まあ、もう9年前の話なんですけど、紗理奈ちゃんと普段すごい暴力大喧嘩をしてたじゃないですか。そうですよね、もともとね、あ、そうでしたっけ、 DV とかあったんですよ、 DV、うん、ね、ご近所さんもびっくりしちゃうぐらいのテレビとか飛んでくるみたいな、すごいですね、うん、あの前に書かれてましたよね、書かれてますよね、それぐらい派手な人だったらしいけれども、うん、まあ悪なんでしょうね、きっとコロナ禍で違法薬物がますます広がってると。あ、そうなんですね。やっぱりこうまあ引きこもりじゃないんですけど、おこもり生活する中でどんどんこう、まあ、有名人芸能人も外に飲みに行かなくなってホームパーティーとか、うん、まあ、家飲みが主流になってる中で結構まあ悪い薬に手を出す人が増えてるという話を聞いたんですけども、どうなんですかね、もともとそういうなんか傾向があるらしいんですけど、なんか佐々木さん最近聞いてます、そういう話。いや別にでも家に引きこもりが多くなったからって薬に手出すっていうのは、そう、もともとそういうなんていう思考があるっていう人なんでしょって薬って。ただまあ供給しやすくなったというか、供給しやすくなった、うん、インターネットとか家にいてもうやることないから、ネットずっとネットやってるって人も増えてるから、あ、そうなってくると薬の入手っていうのも今ほとんどインターネットでですよね、できるっていうね、うん、あれだから。なんか僕でも聞いたのはね、うん、なんかやばいらしいですね、なんか彼氏とドラッグセックにハマっちゃって最近、なんか確かに結構なんか痩せてるんですよね最近、激痩せとか雰囲気変わったとか言われてて、なんか内定は入ってるらしいです、本当に、うん、ただまあ逃げ切ると思うんですけどね、内定入ってるっていうのことだって伝わってくるとだって逃げますよね、それでも逃げれないやつの清原とかさ、アスカみたいにさ、もうどうしようもないのはね、だいたい内定、ここに内定っていう話で内定になってくるとだいたい危ないなって普通は、ね、分かる、その子は捨てちゃうじゃないですか、最近ちょっとなかったじゃないですか、薬の逮捕とみたいな、なんかそろそろあるもんね、薬物の逮捕がね、大体夏休み前とか多いじゃないですか、やっぱあの風紀を乱れを取り締まるみたいな感じ、だからそこでやっぱりじゃあこれからも見せつけじゃないんですけれども、そのための見せしめ、あ、そうか、見せしめ、見せつけじゃない、見せしめのための、見せしめのためにね、芸能人の逮捕っていうのがまたじゃあ出てくるんですかね、籠原さん、籠原さんもちょっとしてない、やってないの分かるんですけど世界的に周りでそういう話聞きますね。いないの分かる。当たり前やん。クラブとかにも行かないようなこう。うん、まだだってね、未成年だもんね。未成年なんで、もちろんそういうことにも特に手を出すような子はいなくて、そういう話も薬もあんまり、あんまりないです。聞かないですね。うん、